はい、こんにちは。まーちゃんにるまはるです。はい、今日はこちらを組み立てて遊んでいきましょう。ゾイドワイルドのパングタイガーと覚醒ワイルドライダーです。はい、ということで以前発売されていたこちらのパングタイガー、そして覚醒ワイルドライガーね、うちにはねこのワイルドライガーあるんだけれども、これの覚醒バージョンですね。そうだね、結構いろいろ豪華仕様になってるものですね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということで中身出してみましたね。あとスペシャルブックがついてたね。あ、漫画がね入ってるんだよね。よかったね。えしんくんはアニメは見てないけど漫画見てんだよね、コロコロのね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、ということで完成しました。まずこちらがお父ちゃんが作ったファングタイガーですね。すごいね、かっちょいいね。墨入れもしたね。あ、そう、エイシー君の組み立てが終わる前にちょっと墨入れもしましたけど、かっこいい。いい感じになったね。本来はね、もうちょっとね明るい黄色だったんだけど、墨入れすることによってちょっと汚れて黄色が抑えられた感じかな。今日いいね。そうだね、すげえ。このお尻の部分がスイッチになってますので、エイシー君オンにしてもらっていいかな。できた。おお、歩いてるよ。お、背中先開いちゃったけど、ここからワイルドブラストきた。おお、いいねいいね。これ、この爪でツインドファングかっこいい。何度もザクザク。おお、すげえ。すごいね、かっこいいね。こんな感じ。おお、ここが開いてね、さらにツインドファングが出てくる。そうだね。でワイルドブラストしてる状態でようやく口が開く感じかな。口が開くというか、口がねパクパクするね。かっこいいね。はい、ちなみにね、このファングタイガーの墨入れはこちらのですね、タミヤの墨入れ塗料ブラック、これ使ってますね。前プラモデルの墨入れする時は必ず使ってたやつね。あとこの墨入れした後にこの赤い溶剤を綿棒に染み込ませて墨の塗料を拭き取った感じですね。それでこんな感じになりました。はい、続いてこちらがエイシンくんが作ってくれた覚醒ワイルドライガーだね。そうですね。かっこいいね。ここ金ピカだしね。そうなんだよね、金メッキが使われてるんだよね。あと爪の部分のゴールドも前よりかかなり良くなってますね。はい、こちらが通常のワイルドライガーだね。うちが前作ったやつなんだけど、ただこれね墨入れしてるんでちょっと印象的にかなり違うかなって感じですよね。ブルーのところとかホワイトのところとかさ、もうゴールドのところとかも全部違うね。そうだね、良くなってますね。でこの覚醒ワイルドライガーのモーターはちょっと違うんでしょ、前と。そう、速くなってるんだよ。速くなってるんだよね。しかも赤くなってるからかっこよくなってる。そうだね。これも動かしてみるか。起動コツをオン。ほら速い。速いね。お、来た。おお、金ピカ。ああ、かっこいいね。はい、こんな感じだね。すごいね、この爪の動き。そして顔もしっかり動いてる。早いよね。そうだね。この爪がゴールドがすごい良くなってるね。あとこのたてがみプロのメッキも本当かっこいいよね。かっこいいね。あ、それでね、このファングタイガーのこのツインドファング、これをですね外して、この覚醒ワイルドライガーの右と左のたてがみプロを外して付け替えるとファングライガー。これはかっこいいね。ただちょっとメッキがなくなっちゃったのが残念だけど、そうだね。ただ爪がすごいことになってね、ツインドファングがついてるね。これはすごい。ちなみに動くの、あーダメだ。ちゃんとコロコロで付属してたチケットを使ってゲットしたやつじゃないと使えないのかもね。これだとちょっとガチガチになっちゃって壊れちゃうと思うんで、そうだね、動かさずに遊ぶ時とかしか使えないかな。あれから1週間以上経ってると思うんだけど、誰も助けに来ないな。お前は見捨てられたんだ。助けに来たぜ。お前はファングタイガー。そうだ、助けに来てった。今ライガーは修理中だ。俺様がお前を助ける。頼むぜ、こいつでもすげえ次から気をつけてくれよな。ファングタイガーか、お前らのこのわしのデスブラストに一気に片をつけて。そうはいかないぞ、私のワイルドブラスト。おお、なかなかの爪だな。しかし機関ワイルドライガー同様、お前も噛み砕いてやるわ。うわははははは、うわはははは。いや大丈夫だ、また俺はデスブラストだ。うおお、あははは、あなんて強いんだ。だから言っただろ、お前ら勝ち目はない。お待たせ。お、キタナワイドライが新品同様の輝かしさだな。ああ、なんてったって覚醒したからな。覚醒だと。笑わしてくれよ。またこの私のデスグラスの恐ろしさ見せてくれる。どうかな、行くぞ。お前前より動きが速くなっているな。覚醒してからな。わあ、何これだ。ワイルドブラストだ。私のデスブラストだ。私のデスブラストにはかなわない。たてがみ苦労が取れてしまったようだな。これでは勝ち目はなかろう。いや、まだある。ファングタイガーのこのツインドファンガーを装着する。装着できるのか。ああ、おりゃあ、キングオブファング。ああ、しまったー。やったぜ、大勝利。やったな、ライガー。さすがに強かったぜ。俺もちょっと修理したい。早速帰ろう。そうだな。はい、ということで今回はゾイドワイルドのファングタイガーと覚醒ワイルドライガーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。動画真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。